女子 1500m 競走予選は最後の3組、16名の出場です。先頭は1周目 400m の通過、 400m は75秒。先頭まもなく 800m の通過、 800m は2分35秒。どうぞスクリーンをご覧ください。 C 男子走り幅跳び決勝の結果です。決勝の結果、1等本田くん流山東部 5m85、 向かい風 1.7m、 2等森沢くん中津川坂本 5m85、 向かい風 0.4m、 3等山中くん片岡 5m80、 向かい風 0.2m、 4等松尾くん高生 5m80、 向かい風 0.5m、 5等神谷くん長良 5m76、 向かい風 0.4m、6等中島くん太田市太田 5m72、 向かい風 0.7m、 7等山田くん千代田大スクール 5m67、 向かい風 0.8m。 ラップタイムです。 1200m の通過は3分49秒。結果を続けます。8等は熊田くん福島第四 5m67、風はありませんでした。なお3等と4等は同記録ですが、セカンド記録によって順位がついております。同じく7等8等も同記録ですが、セカンド記録によって順位がついております。
スクリーンをご覧ください。ただいまの1着は石澤さん、上野山南、4分40秒78。2着飯島さん、ゴースポーツ AC、 4分41秒91。3着中村さん、松山南、4分42秒54。4着以下スクリーンをご覧ください。8着まで確定です。9着以下は掲示板をご覧ください。